ポンと一回押すことができて、押すと後ろが止まるというような機能がついてます。はい、こんにちは、田んぼの天使の井上です。今日はですね、前回コウノトリが来てくれたよっていう動画があったと思うんですけど、そのコウノトリが来てくれてた有機のお米を作ってる田んぼなんですけれども、そこを一番最初の耕す作業、春後期とかって言いますけれども、まあ、簡単にちょっとトラクターの説明をしていきたいと思います。基本的にトラクターっていうのは田んぼの中では一定以上のエンジン回転数に上げて作業します。私はこのトラクターのエンジン音とかその田んぼの状況とかを考えて、だいたい2000回転ぐらいを目安にいつも作業してます。農家さんによっては、まあ、1900回転とかと落として、その方が、まあ、燃費がいいよっていうことで、やってらっしゃる方もいます。こちらに、まあ、黄色いボタンがあるんですけれども、これが何かって言いますと、後ろに耕すための作業機、まあ、ロータリーと言います。ロータリーがついてるんですけど、このロータリーを回転させるためのボタン、右と左に回すことができて、両方いる。で、左もイルと今度自動ってついてます。これ何かって言いますと、イルにするとずっと回り続ける。で、イルと自動ってすると、後ろの作業機が上がった時は自動的に回転を止めてくれます。便利ですよね。私は安全のことも考えて、いつもイルと自動っていうものを使用します。で、この黄色いボタン、ポンと一回押すことができて、押すと後ろが止まるというような機能がついてます。ここに黒いダイヤルがあるんですけれども、更新調節ダイヤルと言いまして、後ろの、まあ、ロータリーが微妙に上げたり下げたり、この手元のダイヤルで調整できるんですね。なので、一枚の田んぼの中で、浅いところとか深いところとかが点在しているような田んぼだと、ダイヤルを常に、まあ、握っていながら、エンジン音が下がったとか、座ってて機械が沈んだなとかね、エンジンの下からガン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 ってこう突き上げてくるような振動の違いとかを感じ取って、ダイヤルを調整してます。あと、ここに、まあ、いくつかすごい細かく設定できたりもするんですけど、大まかにオートアップと言われるものとバックアップと呼ばれるボタンがあります。で、オートアップっていうハンドルを切った時に自動で後ろの作業機が上がってくれます。で、バックアップというのはまた同じでバックに入れた時に自動で後ろの作業機を上げてくれるというような機能です。めちゃめちゃ便利です。で、私はバックアップのみを大体使っています。このオレンジのつまみの部分ですね。これ何かって言いますと、速度をこうギュイン、ギュインってこう変えれます。前に出すとウサギのマークがついてるんですけど、速くなります。で、後ろに戻すとトラクターが遅くなります。ちょっと昔のトラクターだとこう1速2速3速4速5速6速ってこうずーっとガガガガガガってノッキングみたいな感じで速度を変えてたんですけど、今のトラクターは無段変速、本当に滑らかにスイーンって速度が上がっていくような機能がついてます。最近のトラクターってすごくてですね、めちゃめちゃ快適なんですよ。オーディオも冷暖房もついてますし、シュガーソケットがついてるのでスマホの充電もできます。あとはドリンクホルダーがここにあったりですね、ほんと乗用車と変わらない感じ。ということで早速田んぼを起こしていきたいと思います。はい、エンジンをかけて後ろの作業機が上がっていることを確認したら、まずエンジンを2000回転ぐらいまで上げます。スイッチを入れて作業機を下げるボタンを押して前進、これで後ろが回り始めます。で、今ちょっと速度をダブったんでちょっと速くなってるんで規定の速度に落としました。でね、この田んぼ結構水が多いんですけど、有機の田んぼで冬水田んぼと言われるのをやってます。冬の間に水を張って土作りをして、で微生物が活発に動いてくれて、トロトロ層と言われるクリーミーな、土の層を作ってくれます。まあ、そういった意味合いもあって、この冬水田んぼ、あとは浴槽、草を抑えるためのことも考えてこの冬水田んぼに取り組んでます。でね、この冬水田んぼ春先トラクターで入ると、正直どこを自分が走っているのか途中でわからなくなるので、最初にトラクターでこうくる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 ってこう歩いてタイヤの溝をつけるようにしてます。その溝を一つの目安に田んぼを起こすようにしてます。基本的に自分が耕したその隣を U ターンして戻ってくる、でまた U ターンして戻ってきたところの隣をまた打っていくという、これ隣接耕運で今日は起こした田んぼを入れてぬくぬくと仕事をしております。はい、じゃあ畦に近づいてきたのでバックに入れます。
で、バックに入れると今作業機が勝手に自動で上がってくれました。で、横にハンドルを切って真横を向いたぐらいでもう一度バックに入れます。で、下がって前進して U ターン。だいたい田んぼっていうのはトラクターがこう曲がるときにタイヤでグッと地面というか田んぼの下の部分を掘ってしまって田んぼが深くなることが多いんですけど、同じところを一箇所をグリッと掘らないように回るようなことも考えてます。これもね、その田んぼの深いところがあちこちにあったりすると結構悩みます。実際長年やってると、あ、どの辺がこの田んぼは深いなとか分かるんですけど、初めて入るような田んぼだともうどこにその深いポイントがあるのかが正直分かりません。トラクター乗りながらトラクターの沈み具合とかで判断したり、まあ、エンジン音が急にグーってこうしんどそうな音になったりしたら、まあ、すぐにバックするとか田んぼの状態っていうのを把握して、だいたい田んぼを貸してくださる地権者さんが、まあ、皆さん親切なのでここ深いよとかね、まあ、ここ気をつけるよとか教えてくださるんですけど、たまにこの辺やでなって言ったらだいたい 2,3 メーター手前が深いとかそういうこともあります。なのでやっぱり自分で入って、あ、ここが深いなっていうのが大事かなと思います。